近畿大学の正門に続く近代前商店街。学生の峠工事はこの道は若者で溢れかえる。近鉄長瀬駅正面の長瀬駅前商店街。長瀬駅周辺商店街は大阪府東大阪市の近鉄長瀬駅周辺の商店街。駅から北東に約100メートルのビル長瀬駅前商店街とその先で右折し近畿大学の正門に続く約700メートルの 近代以前商店街、長瀬駅の反対側に約200メートル伸びる長瀬駅南商店街からなり、3社は大学通り商店街連合会を構成している。長瀬駅周辺には、大正13年の駅開設以降に商店が散在していた。昭和10年の記録では、現在の東大阪市の領域での商店数は、伏施町、小坂町に続いて長瀬村が3番目であった。 長瀬公設市場が昭和20年11月に開設された後、本格的な商店街の形成が進んだ。最も店舗数が多かったのは昭和59年の468店で、同じ年に東大阪の中心である、不正駅周辺商店街は1102店であった。大学の正門に続く近代前商店街は昭和40年代から学生向けの店舗が多かったが、 平成9年頃には学生の下宿先が分散貸し店舗の数や構成も変化していった。近年では学生生活をサポートする書店や文具店、不動産会社、美容院、理髪店、また学生のニーズを反映したラーメン屋やカフェ、コンビニ、居酒屋などの飲食店が立ち並んでいるが平成26年には空き店舗も目立つ。 周辺商店街にもゲームセンターやマージャン店、パチンコ店といった小規模な娯楽施設はあるものの学生たちは大きな買い物や映画などの娯楽は周辺商店街ではなく電車で大阪の南に出かけていく。長瀬駅の反対側にある長瀬南商店街は道路も少し細く地域の小規模な商店街といった趣きである商店数の推移はとなっている。 全体的には減少傾向にあるが飲食、娯楽店の比率は増加傾向にある。近畿大学大学案内にもインド料理店のインドラディップや50年続く定食屋のキッチンカロリーなどが掲載されている。ありがとうございます。